皆様、オカルトラジオへようこそ。今日はどんな恐怖が聞けるのかしら。はい、 DH オカルトラジオ、ともです。木村です。けすけです。本日は400回記念企画、はい、自分のチャンネルじゃできないほどえぐい怖い話という、うん、ゲストさんに電話をつないで、うん、それで怖い話をしてもらおうっていう、うん、それを持ち帰ってオカラジ3人で考察しようっていう企画なんですけ ど、そのゲストの方々のチャンネルでは話せない話をしてもらうってい う、まあちょっとコンプラ的なもんとか、はい、まあ全部コンプラっすね。まあまあえぐすぎる話、えぐすぎる、まあ事件とか宗教だとか、うん、普段ちょっと避けがちじゃないですか、うんうん、まあ、そういうのをなしにして、うん、多分本気のえぐい話聞きたいなと思ったんですよ、うんうん、まあでも聞きたい人は多いと思いますよ、ね、うん、まあ他の自分のチャンネルだとね、ちょっと危険性があるっていうね、うん、はい、あのチャンネルが消える危険性ですけどね、あるね。じゃあこっちで出していいんかっつったらそういうわけでもないんですけど、まあまあそう、うんうん、でもまあギリギリ出せるレベルぐらいにまでして出してみようかなと。そう、いいじゃないですか。はい、いや楽しみですね。これかなりシリーズでやってくるんですね。これね、本当はお盆期間中だけで終わらせようかなと思ったんですけど、うんうん、ちょっとあまりにも皆さんすごくたくさん喋ってくれるので、うん、ほうほう、もうね多分9月まで食い込むかなっていう。すごい、うわすげえ。俺は素晴らしい400回記念ですね、うん、最高ですね。結構熱い企画に、もう今日からずっとですからね。あ、いいっすね。すごい、はい、えぐい話が聞けると楽しみ、はい、めちゃくちゃ楽しみですね、はい、中でもまずは僕が一番最初に相談した人、うん、この企画をやろうと思ってるんですけどって相談した人が、はい、今日の一発目、うん、七不思議のノブさん、はい、おお、ノブさん、はい、あ、いいんじゃないって言ってくれて速攻で、うんうん、はい、ありますって聞いたら、んー、まああるよっつって言ってくれたんで、まずはねそのノブさんのお話を聞いてもらおうかと。そうしましょう、はい、聞いてみたい。楽しみですね、はい、じゃあどうぞ。お疲れ様です。お疲れ様です。お疲れ様です。ノブさん、はい、ちょっと折り入ってご相談がありまして。はいはい、なんでしょう。金の話ですか。そうなんです。いやいやいや、ノブさんとね同じぐらいの登録者数なんで、どんぐらい稼いでるかっていうのも分かってますので。そうですよね、はい、仲良く仲良く、はい、高め合っていきましょう。あ、そうですね。で、僕らのチャンネルでちょっと夏に、はい、夏お盆ぐらいなんですけど、はい、自分のチャンネルじゃできないほどえぐい怖い話っていうのを、はい、他の怪談やってるチャンネルの人に聞きたいなと思いまして。おー、はい、面白そう。うんうんうん、まあ結構 YouTube って、まあ、厳しかったりするじゃないですか。なんでこの話ちょっとマイルドにして話したんだよねとか、まあそれこそ本当チャンネルでは一回も喋ってないよみたいな、例えば結構クローズドのイベントだけとか、あー、なるほど、はい、そういう、まあ、ちょっと口外禁止だよぐらいの、はい、まあ、事件事故にまつわる怖い話だったりとか、例えば宗教系とか、うん、まあ、ちょっと固有名詞は出せないけど結構宗教の闇深いところに行ったんだよねとかみたいな、はい、そういう怖い話ないかなと思いまして。おほー、一回、まあ、多分言ってもちょっと聞きたいところあるじゃないですか。そうですね、はい、興味はありますよね、はい、なので、まあ、それを YouTube で放送できるぐらいのギリギリまで落として、こっちで編集してどうにか出せないかなと思いまして。ああ、なるほど、はい、じゃあこっちはあれですか、はい、もうありのままを伝えればいい、そういう、そういうことです、そういうことです。ああ、なるほど、はい、言うとあかんことバンバン言っちゃっても大丈夫。そういうことですね。はい、完全に早瀬案件じゃないですか。そうなんですよ。ただこれノブさん一発目で、僕この相談もノブさんに最初にしてるんですよ。
なんで相談しやすいなと思って、背中押してくれそうだなみたいな、ちょっと女子的な気分があるんですけど。あ、まあ、白羽の矢が立ったというところで、なんか持ってそうだなって思ったんですよ。えぐい話、はい、えぐいかどうかはちょっと分かんないですけど、はい、一個マジで話してない話があって、不透明な部分とかも多いんですよ。はい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 。だから自分の中でもまだ考察できてない部分もあるし、はあ、なるほど。その直接というか、まあね、先輩の話というか、あ、もう身内というか、なんかやっぱあるんすね。うん、そうですね。まあその一個リンクしたっていう部分があるんで、これもしかしたらっていうような話があって、はいはいはい、それまだ全然話してないんですけど、それでよかったら、いいんすか、ノブさん、いいんすかって言ってる割に、もうもしもしの時点から俺録音ボタン押してるんですよ。録音しちゃってんすよ。かけてきた時の鐘ですかって、もうこれも流れるじゃないですか。流れる感じですね。ちょっと怖い話になっちゃいますけど、そこも。じゃあ、嬉しい。よかった。最初ノブさんにして、ちょっと嬉しいです。一発の俺でいいですか。はい、全然全然。ありがとうございます。じゃあ、行きます。はい、お願いします。僕大阪から神奈川に引っ越してきてるん で横浜の中学なんですよ。通ってた中学ってマジで本当に悪かったんですよ。あ、なんか神奈川の方そんなイメージあります、僕らの世代ってヤンキーとチーマーのちょうど世代交代の時なんですよ。あ、はいはい。で僕が高1になった時にちょうどチームができ始めた時なんで、うんうん、まだ中学の時ってプリプリヤンキーばっかりなんですよ。で、僕が中1の時に2校だった中3の学年がもう本当に全員ヤンキーなんですよ。みんなボンタン履いてみたいな、タンランでみたいな、でも見るからにもう完全なヤンキーでしょみたいな、もう本当に今日から俺はとか、ああいう世代です、まあの感じ。その中3の中で H 君っていう先輩が一人いてたんですけど、うん、H 君ってマジで本当に傍若無人というか、むちゃくちゃしよるんですよ。一人もなんていうんですか、うん、もう気狂ってんちゃう、むちゃする人、はい、でそれが H 君っていう人なんですけど、うん、H 君マジでむちゃくちゃで、中1のね、本当に学年下の子が中3の階に迷い込んだらもう終わりですよ。いきなり走ってきて急にかかと落としとかしてくるんですよ。もう狂ってるじゃないですか、はい、でキラ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 笑いながらボッコボコにしてきたりするんです。これも先生たちはもうちょっと止めるに止められへんみたいな、うんうん、なんかそういう状況だったんですけど、で僕は直接的にはその H 君って触れ合うことはなかったんで、あくまで聞いた話ではあるんですけど、数年経ってから中学卒業して僕が高校2年になる時ぐらいかな、だいたいちょっと記憶定かじゃないんですけど、H 君が死んだっていう話が流れてるんです。なんで H 君亡くなったのみたいになって、うん、でそっからその H 君が亡くなった死因というか、そういうどういう状況で亡くなったかっていう話もこっちに流れてきたんですね。で聞いた話だと H 君ってその時スケボーが好きだったらしい、スケボーハマってたらしい、うんうんうん、で仲間何人かでスケボーを用意しとったらしいんです、はい、で H 君さっき言った時ちょっと狂ってるんで、めちゃくちゃなことするんです、スケボーで。で結構スケボーの技術もあったんで、結構長めの階段の手すりとかスケボーカコン乗って下ったりするとかできてたらしいんですよ。それで地元からちょっと離れたところにすげえ長い坂があるんですよ。ですげえ長い坂を上からビャーってスケボーで走ってきて、自分のタイミングでスケボーパーンって跳ねさせてジャンプしてスケボーひっくり返して着地するみたいな技あるじゃないですか、スケボーの、はい、なんかそういうのを仲間内で結構やってたらしいです。もうそのスケボーやってる H 君の様っていうのが本当にもうヒャヒャヒャみたいな感じで、もうなんかちょっとテンションもおかしく楽しそうにやっとんですけど、はい、その死んだ時にね、はい、一緒に出た仲間の人から回ってきた話だと、その死んだ時だけ H 君の様子が変だったらしいんです、うん、それがどういう状況かというと、さっき言ったようにヒャヒャヒャみたいな感じで楽しそうに滑ってくるはずの H 君が、うん、上から滑ってきた時にもう明らかに何かに怯えてるような顔してたんですって。で、なんであんな感じなんやろなって、いや、もう何回もやってるし、そんなビビるはずがないんですよ、H 君って。はい、でも何かに怯えてるような顔で、
うわーみたいな感じで滑り降りてきたんですって。である瞬間で今までその自分のタイミングでジャンプしてたそれよりも全然まだ中腹ぐらいの時になんかね急に H 君の体が浮き上がってジャンプしたと思ったんですけど、その様子はジャンプしたようには見えないんですよ。なんか何かに突き飛ばされたみたいな感じ、なんかドーンとされたような感じで体が宙に浮き上がったんですって。で頭から叩きつけられて亡くなったんで死因は事故死みたいな感じで片付けられたらしいんですけど、その仲間内の人が見てた様子っていうのがそのバンって何かに襲われたように跳ね上がったその H 君がそのまんま頭からもうパイルドライバーとかパワーボンプロレスの技みたいにもう受け身もせずに頭からガンって叩きつけられたみたいに落ちてたらしいですね。でその様子っていうのが本当に何かにもう体を掴まれたような状態で身動き取られへんような感じでなんか頭からガンって叩きつけられてるようにも見えたんですって、うん、これ明らかにおかしいよな、大丈夫か H みたいになったらもう亡くなってたみたいな、即死でみたいな感じだったらしいんです。で、あ、そんな感じで亡くなったんだみたいな話が回ってきたんですけど、それと同時にもう一つ H 君の悪い噂っていうのも回ってきてて、 H 君どうやらホームレスの方を結構襲撃したりするグループだったんです、はい、当時僕が住んでたのって結構海沿いというか工場地帯だったんで、結構その工場の近辺って海があってそこに通じる川が流れたりするけど、その川沿いに結構浮浪者の方とか結構住んではったんです、はい、でそこに対してこう花火打ち込んだりとか、結構そのホームレスにね、はい、急にバットで殴りかかったりとか、はい、もう結構良くないことしてたんですよ H 君って。噂ですけどね。でそのどんどんそのホームレスを狩るエリアっていうのがどんどんそのなんていうんですか、範囲が広がっていってて、うんうんうん、で僕らの住んでた地元からもう本当に電チャリで10分ぐらい行ったらもう山下公園とかあの辺の横浜の主要都市に行くんです、うん、でどんどんその山下公園の方とかのホームレスとかも襲撃しに行くようになってたらしいんです、そのグループで。ある時にその仲間内の人がちょっと H 君の様子がおかしい姿を見てて、そのホームレスたちをねその山下公園の近くでその襲撃しに行くときに、いざ行こうってしたその H 君が明らかに何もいてないところに向かって、だうるせえな、なんだよほっとけよお前、なんだよてめえみたいなこと言ってるんです。H どうしたの、うんうん、何言ってるんですね、うるせえなお前、なんだ見えねえのかお前、こいつがうるせえんだよみたいなこと言ってるんですって。いえ全然見えないか分かんないよって、仲間内の間では H が薬やってるって噂もあったんですって、うん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 、で H 君がおそらくちょっとラリってんのか、その薬の影響で幻聴が見えてて、そういう感じになってるんじゃないかっていうのでその場は片付けたらしいんですけど、明らかに見えないものに対してものすごいキレてるんですって。しかもその内容がうるせえなほっとけ邪魔なんだよみたいな、もうなんか喧嘩腰で言ってるんですね、うん、でんだよみたいな、いやもう話せよみたいな、なんか見てるその姿がなんていうんですかね、なんかが襲ってきてるというか、なんか絡んできてるというか、なんかそんな姿にも見えたらしいんです。何やろなみたいな感じがあったらしいんですね。でそっからしばらくして僕らもなんかちょっと興味があったんで、その辺のなんかことをちょっと調べてみたんですよ。そしたらね、その僕らがそのまあ中学高校から時から10年ぐらい前にそのエリアでウィキペディア調べたら載ってるぐらいのホームレス襲撃事件起きてるんですよ、何人か十数人の不良グループがその辺の一帯に住んでるホームレスたちを襲撃して結構な人数のホームレスの方亡くなってるんです。でそういう事件があったっていうのを僕ら調べたんですよ。で、あ、こういう事件あったんだみたいな話してて、でそれを先輩とかに言ったら、そんな事件あるんだみたいなことで先輩たちも興味を持って、でいろいろと調べてた中で一個判明したのが、その中の犯人の一人が H 君の兄貴っぽいんですよ。でそのことが判明して、その先輩たちが勝手に考察した内容は、おそらく H がその見えないものに対して何か言ってたのって、そのホームレスの幽霊なんじゃないかと。でそのホームレスの幽霊たちがそのホームレスに対して襲撃をしようとしているその
H に対して何か邪魔をしてきてたのに対して H がいいんだよみたいなことを言ってたんじゃないかっていうんですね、うんうんうん、でホームレスのねその死因っていうかその時の事件の殺され方っていうのがもうバットで殴られたりとかもう本当に髪の毛をグッて掴まれてもう頭から地面に叩きつけられて殺されたりしてたらしいんですよ。だからその H 君の死んだ時の姿っていうのがその殺された時のホームレスの姿となんか一致したったんですよ先輩の中で。だからもしかするとその兄貴が関係してたからもしかすると H がその殺されたホームレスたちに結局弟も同じことをするのかみたいな感じで戒めとしてあの世に連れてかれたんじゃないかみたいな話があるんですけど。うわーすごい。実際にあった横浜ホームレス事件みたいな感じでちょっとウィキを調べていただくと出てくるんですが、おそらく80年前半なんで結構年上の兄貴がいたらしいんですよね。でそれとリンクした時にうわっと思ったんですよね。いやすごいっすね。思いっきり事件として載ってるんで、うんうんうん、僕ちょっとどこにも出せてないんでどこまで使えるかちょっと謎ではあるんですけど。全部使いますねうわそういうのですノブさん今回の企画でいいですか、はい、いいんですかこれ、はい、全然すいません。さすがです。ただただしいです。いや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 。なんかね気持ち悪いですよ。いやそうですね。 H 君のその不自然な死となんかそのね殺されたホームレスたちのその襲撃犯の中に H 君の兄貴が関わってたみたいなところもなんかちょっとつながったんで嫌な話として僕の中ではとどめてたんですよ、ね、じゃあこっちで一回あの3人で考察してお返しします、はいはいはい、帰ってくるこういうことだったんじゃないかっていうのも含め、はい、まあ、3人ではい考察してみますので。うわ嬉しい。いやーすごい話やっぱ持ってるもんですね。なんかこれってなんか直接的に、ね、なんていうんですか怪談というよりなんかちょっと気持ち悪さだけが来てるんで俺もどういう風に話せばいいのか分からへんから。確かにちょっと、まあ、いや出せてよかったです。いやもうこちらの企画趣旨もうバッチリでした。あ本当ですか、はい、一応その事件も調べてみてください。はい調べてみます。82年とか83年とかにあった横浜。まあまあでも有名な事件なんでウィキペディアもね乗るっていうぐらいですからね、はい、うん関わってた。うん、はい、1話目 H 先輩の話という、うん、はい、はい、お話でした。ノブさんありがとうございます。ありがとうございます。えぐかったですね、まあ、実際のね事件が絡んでるっていうところはね、ちょっとこのノブさんのお話の中で、うん、H 先輩のお兄さんがかつてそういう事件を起こしてたから、うん、はい、そうそのなんていうんですか報復にあったみたいな考察があったと思うんですけど、うん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 、いやだったら H 先輩じゃなくてお兄さんに行くんじゃないかなってちょっと思うんですよね。ちょっと思いましたね、うん、確かに直接的には、うんうんうん、いやそれを H 先輩に言ったってことは、うん、もしかしたらそのホームレスの方の例とかじゃなくて、うん、なんか全く別のもの。僕怖い話とか結構好きでおからじにも出てくれた中山浩太さんの赤い人の話、はい、うん、多分おからじの中でも話してくれた、うん、銭湯のバックドロップのやつでしょ、はい、あれも持ち上げて落としとるみたいな描写があったと思うんですけど、うん、そういう類のなんか妖怪じゃないですけど、うん、みたいなのがやっぱその場所にもいたんじゃないかなって思うんですよね、うん、たまたまっていうこと、うん、うん、違うものがね、うん、俺はなんかさその親族もろとも全部行くみたいなそんぐらいの恨みっていうか松代までみたいなのよくあるじゃないですか、はいはいはい、あれのまあ三神党みたいな、うん、まで行くみたいな順番に行かれちゃうっていう、まあ、お父さんお母さんもだし、うん、だとしたらもう多分今ノブさんはその情報知ってるはずじゃないですか。そうかそうか、うん、そうだね、そうだね。でもそこがないんで、うん、なんかこうあまあ、わかんないですけどね。そうかそうか、関係なさそうでもあるね、うん、確かにね、まあ、この話が例えばこの今回の企画みたいに他では話せない話みたいな感じなんで、うんうん、
話せないから掘り下げてないだけっていうのもまあそれもある、ね、うん、あるかもしれないですけど、だから今調べてみたら家族みんな泣く不幸になってるみたいなことはあるかもしれないなとは思いますけどね。あれはその一応なんか容疑者みたいな感じだったっていう話じゃないですか、はい、はい、お兄さんが、はい、それで服役してるとか例えば、あ、でそこに届かなかった、 そこには被害が及ばせなかった、あ、まあ、まあ自爆霊みたいな感じで、そこのシャバにはいられるけど、霊自体がそういうそこの地域縛りのね、地域縛りの霊、あ、なるほどね、うん、あ、でも、まあ、服役してた先輩がいるんですけど、おお、はい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 、あのね、霊見る人いるんですって、あ、そ の, あの刑務所の中でも、へで、まあ、そういう人はもう本当に頼み込んで独房にしてもらったりとかしてるらしくて、まあ、結構対処のしようがないじゃないですか、そう刑務官とかって、まあそうだね、その個人でしか見えないから、うん、だからまあまあそれで特別待遇ではないですけど、うん、でももうあの部屋はやめてくれみたいな訴えがあったら独房行ったりとかもするんですって。へえ、普段の生活じゃない、うん、あのその外の生活じゃない塀の中での生活じゃないですか、うんうん、はい、それでいつもの生活と違う生活でちょっとこうリズムが崩れて、うん、なんかこう精神的に病んじゃってそういうなんか失調症みたいなので、うん、なんか見ちゃうとかそういうのもあるんじゃないかね、かもしれないですね、霊感とかじゃなくて、だからこのなんていうんですか、隔離するみたいな感じで独房に入れてるんだけど、うん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 、そのあんま変な噂が広まらんようにというか、うん、まあそれでなんかそういうこと言ってたから入れたんだよみたいな感じで刑務官が言ってるだけかもしれないですよね、もしかしたら。それもあるかも。規則正しい生活になるんですよ。なるなるなる、やっぱりその日の光を浴びたりとか、はい、そういう規律の正しい生活っていうか、うん、あんまりいないらしいですよ、その精神疾患になる人。ああそうなんだ、うん、逆に健康に な,、うん、なるみたいな、なってくっていう、絶対痩せるって言いますしね。ああ、まあそうっていうね、うん、一番うまいのがアルフォートっつってましたから。ああアルフォート食べれるんだ。アルフォート、あ、まあ、かえ中で買えるのよ、なんかこう働いたお金で、ね、うん、そうそうお金で、うんうんうん、アルフォートが一番うまい。アルフォートがもう本当にうまいっつってましたね。へとにかく、まあ、やっぱ出た瞬間、うん、味の濃いもん食べたいみたいな。ああ、そうなんだ、美味しいですよ。 すごい世界だな、ね、まあ理解できるようにはなりたくないですけどね。まあまあ間違いない。まあ、でもこれで H 先輩が亡くなるわけじゃないですか、うん、だからなんか俺そのお兄さんのホームレス襲撃とかそういうの関係ないんじゃないかなってすげえ思うんすよね、うん、なんかまあ結局このノブさんの話の中だとそのなんていうんですか、他の足取りはつかめてないですけど、うんうん、なんかそのやんちゃな先輩なんで例えば心霊スポットでなんかしたとか、うん、みたいなことがあったんじゃないかなっていう、亡くなる瞬間の前に普段楽しんでる先輩が何かに怯えた表情で降りてきてるじゃないですか、うん、だから何かを見てるはずなんですよ。 そうだね、そこに来る前に、うん、でそれを見て怯えるってことはそれに心当たりがあるはずなんですよ。あ、本当だ本当だ、見たものに。本当だそうだわ。そうだから、まあ、ヤンキーの人たちって心霊スポット行ったりする人多いじゃないですか、うんうん、みたいなのでどっかで何か心霊現象が起きてて、うん、それと、まあ、例えば廃墟でお化けを見たみたいなことがあったとして、うんうん、その直後遊んでたらそのお化けをまた見たからここで遊んでる場所で、うんうん、やばい連れてきた、やばいやばいみたいな感じで、うん、あの逃げようと思ったんだけどそのままその霊に持ち上げられて、うんうん、落とされた、うん、で亡くなっちゃったみたいな。そうか、あ、俺さ今ちょっと思ったけどさ、ケスケの話を聞いて、はい、お兄ちゃんの生き霊か、お兄ちゃんがまあ死んどったらお兄ちゃんの霊とか、あ、お兄ちゃんって結構怖いじゃん。怖い怖い怖い、うんうんうん、怖い。だからお兄ちゃんが服役しとるはずなのに出てきたとか。ああ、なるほどね、うん、でも殺すかね。まあまあそうか、でも襲撃してたぐらいですからね、うん、でも弟だよ、うん、でもそれはあちょっとありえるね。兄さんが見えたからちょっと怯えたような顔をしてたっていうのはありえる、うん、
確かに怯えてたっていうのがすげえなんか傍若無人な先輩でみたいな話だったじゃないですか、うんうんうん、よっぽどのものを見ないと何か心当たりがあるとか、うんうんうん、例えばなんかわかんないけどなんか包丁持って変熱が来たとかぐらいだったらなんか怯えなさそうな気がするんだよね、うんうんうん、確かに。だから普段ありえない、まあそれこそ兄さんと、兄さんきっと怖いじゃんね、うんうん、とか何か心当たりがあるものなような気がするんだよね、うんうん、あれじゃないですか、その兄さんが集団がホームレス襲撃した時、うん、遊び半分で一緒についてったとか、うん、お兄さんと一緒に実はついてってその現場見てるみたいな、うん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 、あそれでそこのにいたホームレスの顔を覚えてた、覚えてたとか、あそれはあるかも、それもあるかもしれない、うん、だったら、うん、そのホームレスのパターンでも怯えるかなとは、うんうんうん、そうだね、がなんか血だらけでとかね、頭からこう頭をガンガン打ちつけられて血だらけの顔で追っかけてくるとか、うんうん、うわやばいやばい、だからそこにいるはずのない面識のある人っていう感じですね、うんうん、それは確かに感じするね、うん、一緒に行ってた説ちょっとあるね、 ありますよね、あるあるある、うん、ある。弟ならね、うん、なんかありえる、お兄ちゃんについてくるんだよ、お前も来いみたいな、うん、あるなそれは。で多分お兄ちゃんも結構やばいから、うん、お前も来んのかみたいな、うん、で一緒にお前行くか行くかっつって、うん、か弟ももしかしたらさ参加しとってさ、うん、でもそこはさ お兄ちゃんの起点でさ、お前ちょっともう弟の存在を隠すみたいな、うんうん、あ家にいたことに、うん、してみたいなね、自分がこう誘ったから、うん、せめて弟は守ってみたいなことをふと考えて、うん、弟はいなかったことにしたと、うん、それだったら H 先輩が殺されるっていうのにたどり着くのもなんか腑に落ちるなって思いますね、うん、それだ、ノブさんに調べてもらいましょう。ああ、そうですね、そうだね、これ聞けますからね、うん、そうですね、うん、そうですね、ノブさんにアフターが、うんうん、実は一緒に行ってて、うんうん、その可能性ある、うん、ありますね、あるわ、それだそれだね、それです、おからじ的には、うん、まあ今回ゲストに出てくれた皆さん、あのそのおからじに持ち帰って考察しますねって言ったら、うん、絶対聞きますって言ってくれてる、あ本当、うん、あじゃあ聞いてくれてるってことだね、うん、きっとちゃんと考察してよかったはい、まあそういう感じなのかなって思いますね。うん、ってなるとこうちょっと話の中で、なんで怯えてたんだろうとかっていうのもなんか全部腑に落ちる、まあそうだね、そうだね、流れにはなるかなとは思うんですけど、うん、あと人間を頭から落とすっていう、うん、その霊力っていうか、うん、それもすごいなって思うけどね。いや、マジでそうですよね。なんかやり方もその頭から落とすみたいなやり方も、お兄ちゃんの、うんやり方っていうか、そのホームレスをやった時のやり方みたいな感覚になったんですよね、俺は。あ、なるほど、うん、だからその仕返しで同じことを、そう同じことをみたいな、うんうん、たまたまそのなんかジャンプ浮いたって言ってたから ね、うん、ね持ち上げられたみたいな感じ、みたいな感じだっていう話だからね、うん、それだったらね、まあ、ポルタガイストじゃないですか、うんうん、霊によって持ち上げられて頭から落とされるっていう現象もすごいな。なんか物を動かすとかより霊ポイント使えそうですよね。使いそうだ、人間が人間を持ち上げるって結構大変じゃん、うん、大変、うん、あだから何人も亡くなってるから集団だったかもしれない、何人も、その説ありっすね、一、うん、人じゃなくて、うん、みんなでとりあえずこいつをみたい みたいな、うん、それは怖えな、それは怖いね、うん、それは怯えてもいいかなって気がする、うんうん、でなんだかんだとどめさしてたの H 先輩みたいなね、うん、その現場一緒に行ってて、あーなるほど、みんなが面白い番組でやってる、お前もやれよっていう最後の一撃を H 先輩がやっててみたいな、実は、うんうん、でその犠牲者のみんなが集まって、うん、あいつに仕返しするぞ、 H 先輩が一緒に行ってて、本当はとどめが、うん、は H 先輩が刺してて、うんうん、でもお兄ちゃんはそれに参加してたから、お兄ちゃんが弟をかばって服役、うん、みたいなので、うん、本当はお前がやったんだろうっつって、うん、ホームレスが、うん、の霊が襲撃してくる、だから それ以前にもホームレスの霊に何かされてるかもしれないですよね、そうだね、うん、なんかそうやって結構明るく振る舞ってる人ほど、一人の時なんか
闇あるみたいな人いるじゃないですか。ケイスケのこと？いやいや俺闇ねえっす一人で配信してるくらいなんですよ一人の時。あれこの前ケイスケんち行った時なんかベッドの上体操座りしとったよ一人であれはへその下見ようとしてたストレッチストレッチ本当っぽくなるからやめてくださいそう、うん、だからなんかこうその前からちょこちょこ何かあって、うん、でもそれを紛らわすためにやっぱみんなとよくおるようになってみたいな、うん、より、うん、で安全だと思ってたのについにここにも来た、うん、みたいなね、みたいな あるかもしんない、うんうん、ということでノブさんこの1話目の考察どうでしょうか、ね、はい、うん、まあ、まあ今のところね返事はまだ来ないんですけど、ね、あとねこのおからじリスナーのおかめの皆さん の、うん、そうあの会見というか、うん、見解、うん、そう言って言いましたね、うん、よく気づきました、うん、よくこの400回記念で400回やってきたじゃん、はい、2回目だってね前もあったねそうだからの意見もちょっと聞いてみて、はい、そうだね、うん、ノブさん的にはこれあるかもっていうのはあるかもしれないね、うんうんうん、またノブさんとのチャンネルでやってもらえればね、あ、そうですね、いいですねそれ自分のチャンネルでできない話なんですよ、あ、そうそうそうジョイントしてもらえるかなとしてほしいですけどね、うんうん、という1話目はこんな感じですかね、そうですね、はい、うん、じゃあ続いてもう1話あるんですよね、もう1話してくれたんで楽しみです ね、 いいですね、次行きましょう、はい、はい、お願いします、お願いします、あともう一個ぐらいあるんですけどどうしますマジっすか、いや結構2話したいっていう人もいて、はい、実は、あ、本当ですか、はい、なんかせっかくなんで僕 YouTube で話したりイベントで一回話したことある話なんですけど、はいはいはい、マイルドにして話してる話があるんですよ、はい、それせっかくなんで話してもいいですか、うわ全然全然、 いやありがたいです、じゃあいきますね、はい、ありがとうございます、これは本当にトモ君もYouTube で見たことあるかもしれないですけど、はい、肺病院に僕高校生の時行ってるんですよ、はいはい、心霊スポットに、はい、で高2かな、高2の時だと思います、バイクを取り立ての友人が何人かいたんで、夜中にそのバイク3台で、僕バイクの免許持ってなかったんで、はい、後ろに二血して、で全部で6人で行ったんですよ、その肺病で、その場所とかあんまりそのぼやかして YouTube で言ったりしてるんですけど、はい、もう言っちゃいますね、神奈川の三浦半島に栗浜っていうエリアがあるんですよ、はいはいはい、そこの噂では旧古いっていう旧栗浜病院っていう病院がすげえ廃墟になって心霊スポットがいいみたいな噂が結構あったんで、はい、そこ行ってみようってなったんですけど、はい、大人になってから分かったんですけど、あのエリアって超やばいらしいんですよ、いろんなところに心霊スポットだらけで、でうちの親父霊感強いんですけど、はい、そのエリアでタクシーの運転手してた時にガンガン見てるらしい、なんでそういうエリアではあるんですけど、はい、その中でも際立ってその旧栗浜病院っていうその名前のインパクトというか、今はもうない病院じゃないですか、はい、旧なんで、はいはい、で旧栗浜病院っていう名前もおかしくないですか、まあ、確かに、だからおそらく栗浜のなんとか病院っていうのは、はい、もしかしたらその時に別にあって、でそれが、まあ、古い病院なんで名前は違うけど、おそらく旧栗浜病院っていう呼ばれ方をしてるんだなっていう認識のもと行ったんですよ、その行ったメンバーが僕と仲いい2人がいてて、その3人は1人他の学校、はいはいはい、高校が一緒の、だから中学で一緒やった仲いい2人と僕が後ろに乗って、で高校でその知り合った友達だから、僕は何回か会ったことがあるぐらいの友人なんですけど、うん、知人かな、なんでそれが2人来たんですね、あともう1人がまあその仲良かった1人でもあるんですけど、うん、でその計、6人でその病院行くことになったんです、まあいざ着くんですけど、噂があってその病院を管理している管理人がどうやら
うろうろしてるらしいんですよ。でよくある噂でその管理人が凶暴やから気をつけろみたいな噂があったんですよ。はいはいはい、ありますね、廃墟とかだとね。あるじゃないですか、はい、その時にも絶対嘘なんですけど、その管理人が斧を持って襲いかかってくるみたいな噂があったんですよ。でいやそれが一番怖ないみたいになって、うん、で当時結構その場所有名だったんで、結構そこ夜中とか行ったら他の、心霊スポット来るちょっと悪いやつと勝ち合ったりするから、うんうんうん、結構みんな行くの怖がってたんですよ。でも一人ね、その僕は直接あんまなあの友達ではない知人のやつが、うん、そこに行きたいっていうもんだから6人で行ったんです。で行ってみたらもう本当にね、うっそうとした、まあ、森まではいかないですけど、その雑草が自分の背ぐらい身長ぐらいまであるような生い茂ってて、でその周りを鉄条網でこうぐるぐる巻きにされてるんですよ。入られへんように雑草の周りを鉄柵でこうぐるぐる巻きにされてて、うんうん、そういう侵入禁止の場所ってやっぱ侵入者たちがその鉄条網をちょっと切ったりして小さい入れるようになっとったんですよ。であこっから入れるな、その時に僕気づいたんですけど、その場所にいてんのって僕らしかいなかったんですね。噂だと結構な人がそこに来てたんですよ、連日。もう有名だ。ああ、はい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 。あれでも俺らしかおれへんな、うん、って思いながらも、その小さい開けられたスペースのところから中に入っていったんですね。適当なノリで行ったもんだから懐中電灯が2本しかなかったんですよ。だから、うん、まあ2人懐中電灯持ってるやつがまあ先頭に立って進んでったんですけど、はい、その雑草が生い茂ってるところをこうかき分けながら進んでいくと、目の前にドーンと現れたのが木造の廃墟になった病院だったんです。その廃墟の病院もう本当にね、もう朽ち果てそうな感じで、はい、なんかもう板が抜けてたりとか、もうそんな感じの本当にボロボロの病院なんです。電灯なんてないから、あるのは月明かりだけで、懐中電灯なかったらマジで見えないよ状況なんです。僕その病院見た瞬間に確実に入ったらあかんと思ったんですよ、うんうんうん、嫌な予感しかしなかったんで。ほいでいざ入るってなったんですけど、はい、右ルートと左ルートに分かれてたんですよ病院が、はい、僕は仲良かった2人と右ルート行くことにしたんですね。残りの3人が左ルート行くことになったんです。ほいで右ルート僕らは進んでいくんですけど、うん、もう本当に朽ち果てそうな状態なんで、もうどこに何があるのかってもうちょっと分からないぐらい、もうここ明らかに受付やろうなとかぐらいしか分かんないんですよ、うんうん、でおそらく受付であろう前を進んでって、で待合室みたいなところに行って時に階段が見えたんですね。あ、これ2階に通じる階段なんだなってそこで判断できたんですけど、うん、その時に僕数珠をね、はい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 、父親からもらってて、はい、そういう嫌な時とかに行く時に数珠絶対持って行ったんですけど、数珠、はい、が北海道ぐらい集なっとったんですよ。でうわ数珠集まってる、これちょっとまずいんじゃないかなってこう自分の中では思ってた時に、うん、懐中電灯を持ってたやつが俺をビビらそうと思って、うん、俺の顔を懐中電灯でバッて照らした瞬間に、うん、その懐中電灯で照らしたやつがうわーっつって逃げてったんですよ外に。いやいや待て待て待てっつって僕ともう一人が追いかけていって、うん、でそいつ捕まえて、いやお前何してんねんお前、いや急に逃げんなよったら、懐中電灯で僕の顔を照らした瞬間に僕のもう後ろに老婆が立てたらしいんですよ。でその老婆を見たから逃げたんだって言うんですよ。いやここやばいなっていう話で僕らはもうそれ以上入るのはやめたんです。で左ルート行ったやつがしばらく帰ってこないんですよ。で何してんのやろうなと思ってたら、まあ 4,5 分経ってからうわーっていう叫び声とともに、うん、その3人が真っ黒になりながら入り口から飛び出してきたんですよ、うん、でうわーみたいな、もうはやばい、ここマジでやばいみたいな感じで怯えてんですね。でいやお前どうしたんって状況教えてみって聞いたら、うん、その左ルート行ったやつらは、はい、2階に進んだらしいんですよ。で2階に進んでった時に明らかに手術室であろうっていう、もう中に置いてあるものがその手術室にあるようなものだったんで手術室って判断したらしいんですけど、その窓みたいなところから覗いたから手術室って分かったんですけど、うん、そこに入るためのドアは
封じられてたんですって、開かないようになってたんですって、はい、他のところは開くんですよ、はい、でもその手術室の中だけは開かないんですって。そのね、窓っていうのも古いタイプの作りなんで、うん、空気の入れ替えかなんかで、ね、昔の学校によあったように床に近いところがちょっとスライドして開くような小さい小窓、そっから懐中電灯で中覗いた時に手術室だと分かったらしいんですけど、とりあえずその中を散策したいなってなったらしくて、はい、そのドアを蹴破ろうってなったんですって。せーので蹴破ろうってなって、はい、行くぞってなって、行くぞ1,2の3でドーンで蹴破った瞬間に中から黒い煙がブワーって出てきて、その3人が黒い煙に巻かれたんですって。でうーわ、なんやこれってなってて、逃げよう逃げようってなってたら、うん、その煙がまるで意思あるかのようにその3人を追いかけてくるんですって。でうーわ追いかけてきてるってなって、もう真っ黒にそのなりながらも外に逃げてきて、あそこやばいわって3人が言ってたらしいです。言ってたんですね、はい、でああそうな、ここマジでやばいなっていうのでその日帰ったんです。で僕が話してるのはそっからもう後日談になるんですけど、はい、本当はその後一回公園に立ち寄ってんですよ地元の、はい、その3人左ルート行った方の1人、うんうん、一応その病院に行った証として、注射器とか落ちてたものを持ってきとったやつがおったんですよ、はい、いやお前マジでやめろよみたいになってて、うん、その一人がその注射器と持って帰ってきて、いやこれ持って帰ってきただけだしみたいになってて、いやもう捨てろよみたいな感じで、もうその場にはなんか処分したんですよ、その辺に捨てて、はい、でそういうことがあったんですね。そっから数ヶ月後なんですけど、左ルート行った僕の友達の友達のやつ、うん、行方不明だったんですよ。もう本当に連絡がつかないというか、うん、失踪で片付けられてるんですって。神隠しなんかじゃないかみたいな噂まであったんですよ。もう本当に家出するような状況でもないし、家庭環境も別に悪くなかったやつなんで、意味がわからないと、消えた理由が、はい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 、確かに。で一人が神隠しになったんですね。ほいで次にその注射器とかそのなんか備品みたいなのを持って帰ってきてたやつが、うん、大人になってからなんですけど、結婚もしてるんですよ、はい、子供いてるんですよ、うん、で家も建ててるんですよ、はい、でも自殺したんですよ。で、うん、そいつ本当にそんな薬とかやるようなやつじゃなかったのに、大人になってから覚醒剤やってたらしいんですよ。そんなやつじゃないのになみたいな話ではあったんですけど、うんうんうん、その奥さんが言うには、その覚醒剤やってて自殺したやつが、うん、口癖のように次は俺の番やって言ってたらしいんですよ。で次は俺の番って何って何回聞いても、いや次は俺の番だみたいなこと言うらしいんですね、うん、で黒い影が俺をずっと追いかけてくるって言ってたんです。え何言ってんのみたいな話で、この人頭おかしいんじゃないのと思ってたら、実は覚醒剤やってたっていうのを奥さんも知ることになるんですけど、だから結局その幻聴、幻としてそういうのを見てたんじゃないかっていうので奥さんは言ってたらしいんですけど、はいはい、僕らの仲間内で黒い影、黒いもやが追いかけてくるっていう言葉がすげえ引っかかってたんですよ。そいつ亡くなったじゃないですか、はい、でしたら左ルートに残ったやつもう一人で、はい、それは30超えてからなんですけど、そいつも家族に何も言わずに家飛び出してって、今誰も連絡つかないんですよ。で俺の友達に当時メールなんですけど、メールが来てて、最後は俺だっていうメールが来たらしいんですよ。ってことはおそらくその左ルートに行ってしまった、うん、その3人が開けてはいけない扉を開けてしまったがために、うんうんうん、その黒い影に一人は行方不明神隠しにされ、一人は自殺という形であの世に連れて行かれ、うん、3人目も、まあ、その黒い影に悩まされて家を飛び出して連絡がつかない状態で、今どうなってるかわからないんですけど、うん、どうなったんやろなっていう話ではあるんですけど、そのね病院っていうのが情報がね今、うん、インターネット社会なんで、はいはいはい、病院名入れたら情報って絶対出てくるはずじゃないですか、はい、でも旧栗浜病院っていう名前しか僕らも知らないんで、はい、旧栗浜病院って打ち込んでも、はい、その情報って出てこないんですよネットに。でもう一個気持ち悪いのがあって、はい、僕と右ルート一緒に行った2人いてるじゃないですか、はいはい、この病院行った記憶がどんどん薄れてってんすよ。
うわ、僕はこの話を友達にしたりとか、はい、イベントでしたことがあったり、はい、YouTube で話したことがあるんで、はいはいはい、ある程度の様子というか記憶は残ってて話せるんですけど、残りの2人はあ行ったっけみたいな感じなんですよ。だからそれを突っ込んで、いやいや行ったやん、だってその行った他の左ルート行った3人、うん、1人おらんようになって1人死んでるし、うん、みたいなこと言ったら、あーそれでかみたいな感じなんですよ今。これも不思議で、不思議ですね。ネットにも情報が載ってない上に記憶もどんどん消されてってるんですよ、うん、だからその病院の存在知ってんのって僕だけなんですね。このあとイベントではこういうところまで話したこともあるんですけど、はいはいはい、もう一個仕入れた情報があって、はい、1999年にあの当時の2チャンネル、今もちょっとスレッド残ってるかもしれないですけど、はいはい、2チャンネル内でその病院らしきものが火事で焼け落ちたらしいんですよ。なんか火事で亡くなったっていう情報が2ちゃんに載ってんですね。その99年っていうの、僕らがその病院に行ったおそらく3年後とかなんですよ。3年後とかにまあ焼け落ちてるんですね、はい、でその一人行方不明になったのは僕らが病院行ってから数ヶ月後なんで、直接のまあそこのつながりはないにせよ、なんかねその焼け落ちてからそこに封印されてたってもおかしいですけど、何かが解放されたのかわからないんですけど、ああで焼け落ちてしまったがためにわかんないですけど、その僕と一緒に右ルート行った2人の記憶もどんどん消えてしまってるのかなとか、もうその辺はもう考察してもらいたいんですけど、もうその病院に行った記憶を確実に持ってこうやって話せるのが僕しかいない。そうですね、ノブさんしかいないってことですもんね。ああ、うわー、その記憶がなくなってしまうっていうのもすごいですね。そのまあ2人目のお薬やってた方もお薬が先っていう感じじゃなさそうですよね。そうなんですよ、それを逃げたいからごまかすためにお薬やってたみたいな感じもしますからね。気がするんですよね。うん、でまあその病院で行って、で僕もねこの話をするんですけど、はいはい、これね、うん、こう言うのもなんなんですけど、はい、どんどん話すたびに下手くそになってんですよ。ノブさんも、はい、喋れなくなってきてる。思い出さないといけないです、これ話すのに。その主要なポイントって話してるから言えるんですよ。でもあの話すときに引き出し開けていかないと言葉出てこないんですよ。だから何かがあったんでしょうね。で途中で出てたローバーなんですけど、はい、僕おそらくそれ名字の話で話したヒーバーさんが助けてくれた。はい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 、以前ね僕のたちのチャンネルで話したじゃないですか、はいはい、なんで本当はそういうなんかねきっかけというか、うん、そういう遺品を持ち帰ってきてたやつ、うんがいたりとか、うん、まあ薬なくなったりとか、はい、いろいろとその伏せてる部分があって、はい、で、はい、どんどんその記憶が薄れてきてるのがとうとう僕にも影響出始めてるんで、うわ、いずれ僕も話せなくなるんじゃないかなと。じゃあよかったです、ここに残せて一応残しといてください。なんかその2択でもその右ルート左ルートの、はい、でもノブさんは右を取ったし、はい、まあそのおばあさんにの数珠で助かったっていうのもそうですし、やっぱその危険回避能力っていうかそういうところに行っても二択を全部行ってるじゃないですか、いい方に。そうなんですよね、それもすごいなと思って。だってこの話で言ったら本当二択で右か左かに行くだけで死ぬか生きるかの、そうですよね、デッドアライブするね。そう、その話じゃないですか。いやそれすごいっすね、本当に生き証人というか。ああ右ルート一緒に来た2人は僕と一緒に来たから助かったっていう、まあまあまあそうですね、そうですね、本当にそれですよね。ドアを蹴破るのを止めてたら助かってたかもしれんけどっていう話でもあるんですけど、その2階に進まなかったっていうあのタイミングでヒーバーさんが出てきてくれたから逃げたっていうね、なんか不思議な話ではあるんですけど。いやすご
もっとね、前はあの僕たちのチャンネルでもこの話ってしてくれたんですけど、はい、そうなんです、めちゃめちゃマイルドに話してくれたやつ、ね、そうそうです。話すときはマイルドにして、もっと喋れてたはずなんですけど、俺今もうちょっとしんどいんですよ、話せないんですよ、完全版記憶めちゃくちゃ思い出していかないとダメなんで、それを伝えたくて、もうじゃあ本当にもうちょっと、もう数年したら忘れちゃうかもしれないですもんね。わかります、1年後ぐらい話してみてって言われたら話せない可能性があるんですよ。そんなことあるんすね。忘れて、だって結構衝撃的な体験じゃないですか、友達が3人もっていう。そうなんですよ。でその仲いいやつ、一緒に行った友達、はいはい、今でも付き合って、はい、たまに会って喋るんですよ。で会うたびにこの話するんですよ、はい、どんどん薄いんですよ。ここでこういう時これ覚えてるって言って、覚えてないみたいな。だから何かあの病院 で、ね、だってもうその病院も、まあノブさんの知った情報によるともう燃え尽きてない、はいはい、そうなんですよ。多分出てきます、病院で検索していた時に、その栗浜病院で検索した時にそのスレッドが出てきて、はいはい、ある情報が一つだけあって、はい、1999年にあの誰かが放火して焼け落ちてるみたいな情報を見つけたんで、じゃあまあ今回このちょっといけるかどうか分かんないですけど、名前が多分ギリのところまでは公開すると思うんで、あ、なるほど、はい、情報知ってる方がいたらね、はい、コメント欄とかでノブさんのチャンネルにでもいいですし、そうですね、それすごいな、いやーすごいお話にはもう、いえいえいえ、ありがとうございます。だから心霊スポット行って何も起きひんみたいなね、うん、感じでこうオカルト興味ない人言ったりするじゃないですか、はい、いやマジなとこマジやからっていうの、いや本当そうですね、してるんで、はい、しかも二択ですよ、二択で生きるか死ぬかなんで、ああまあ遊び半分で行くのもなっていう感じになりますね、ああ確かに、うん、そうですね、うん、あとやっぱそういう場所で何もしない方がいいよねっていう話ですよね、まあ確かに、ああもう開けたあかんとか開けたあかんし、うん、自分の行った痕跡も残してくるなっていう話ですからね。ああ、そうそうですね。うん、それでね、黒い影がずっとね、追いかけてきたんじゃないですか。うん、だからもうその人たちも自分の番が来るっていうのも分かってるし、はい、なんかあるんでしょうね。何か警告し続けられてるんでしょうね。うんうんうん、最後は俺っていうのもすごいなと思って。うん、そうなんですよ。はい、もう見それは。に行った人には行かないっていうことは分かってるじゃないですか。そうなんです、そうなんです。でその連絡って俺には来てないんで、はいはいはい、はい、もうその情報って知ったのも、はい、ちょっと前なんですよ、最近でもないんですけど、はい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 、数年前なんですけど、でそのメール来たことは覚えてたやつが今病院の話とか、うん、すげえ記憶薄いんですよ、忘れちゃうんですもんね、うん、だってそのメール来てるのに忘れちゃうんですもんね、はあ、ああそれすごい。言ったらもう、ああ、ちょっと分かんない、忘れた。それすごいな。これね、謎なんですよね。ちょっとじゃあ、これ、おからじに持ち帰らさせていただいて。はい、ちょっと改めてこの話、考察してほしいなと思います。はい、完全版、はい、ありがとうございます。はい、2話目、旧栗浜病院のお話、うん、はい、この話実はゆるいバージョンというか、うん、をあの昔のぶさんがゲストに来てくれた時に、うん、あのおからじの、その後編で話してくれてる話してくれたね、なんですけど、うんうん、それもセットで聞いてもらえると、それってあのノブさんの大赤身っていう名字にまつわる話から続いてる話なんで、うん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 、で今回のも聞いてもらうとよりそうですね、なんかそのサイドストーリーとかもそうだね拾えていいかなとは思うんで、うんうん、それがより詳しくって感じですもんね、うん、このお話、うん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 、このお話初めて聞いた時から好きな話で、うんうんうん、まあ右ルート左ルートで友達同士で分かれて、うんうんうん、左ルートを選択した友人たちが神隠しだったり行方不明だったり亡くなるっていうお話で、なんか右ルートに行ったのはひいおばあちゃんかな、うんうん、だろう例に怯えて3人とも逃げたから助かったみたいなことなんですけど、そうそうそう、俺そのひいおばあちゃんがそれを助けてくれたとしたなら、
遅すぎないかなって思うんですよね、なんか。まあそういうことか、うん、プラス、まあ、そこで本当にひいおばあちゃんが助けてくれたのであれば、うん、俺右ルートで行った方がひどいことになってんじゃないのかなってなんか思うんですよ。おー、なるほど、うん、そうかそうかそうか、うん、その場で即死ぐらいの、その場でそうそうそうってなってるようなことが実はあったんじゃないかっていうのがちょっと思ってて、うんうん、まあプラスその助けてくれるのであればちょっと出てくるのが遅すぎるかなともちょっと思うんですよね。そうか、もう心霊スポットに行く前の段階で、うんうん、なんか車がパンクするとか、ね、うん、でまあノブさんは一目見た時からうわここ絶対入りたくないなって思ってる段階でまあ中入ってくじゃないですか、数珠、うん、が熱くなるのがもっと早くて、うんうん、じゃ あこれはやめた方がいいわってあのひいおばあさんが守ろうとしてるなら、うん、そうなるんじゃないかなってちょっと思うんですよ、はいはいはい、でもそうならなかったんで、うん、ひいおばあちゃんの力より強い何かが、うん、その右ルートその病院の中にはいて、うん、肺病院栗浜病院の中にはいて、はい、うん、右ルートで行くともっとひどい目に遭ってたって思うんですよ、うん、でたまたまそのおばあちゃんより強い霊だから、うん、力を発揮できなくて、うん、振り絞ってパッて出たみたいな感じで、はい、まあ、みんなが逃げたっていう感じなのかなってちょっと思ったんですよね。うん、うん、そうか、そうだから左ルートおばあさんが見えて逃げたっていう、そのおばあさんはその大神さんのおばあさんじゃないじゃない、全然違う何か、違う何か、うん、かまあまあひいおばあさんが自分より強い霊なんで今までできなかったけど、うん、もうぐーって力振り絞ってちょこって伝えたみたいなパターンのどっちかなのかなって、ギリギリ、うん、あその熱くなったっていうのは本当にひいおばあさんが知らせて、うんうん、そのひいおばあさん出たおばあさんの霊が、うん、全然違う大神さんとは関係ないそこにいた霊で、運よく逃げれたっていう、うん、これが警告だっつって、うん、逃げたみたいな、うんうんうん、パターンも確かにありえるね、ありそうですよね、うん、そうだね、でこれあの、まあ、右ルート行った人たちが、うん、手術室みたいなところを見つけて、うん、蹴ったら煙が出てきて、うんうんうん、でそっちが右ルートだったっけ、あそっち左ルート、ね、左ルートの人たちがそれでこうバーって煙が出てきて、うん、で慌てて逃げたみたいな話なんですけど、うん、とこれまあまあ煙みたいなのが出てきたのは本当なんだろうすけど、うん、俺思ったのがなんか霊的なものじゃないんじゃないかなってちょっと思ったんですよ。おそのまあ別に他の怖い話とかでも、うん、廃病院のトイレで、これもコウタさんの話なんですけど、うん、廃墟のトイレで、女の子が遺体で見つかったみたいな、行方不明になってたみたいなのあるじゃないですか、うん、でそこは闇組織がどうこうしとってみたいな場所だったんですけど、そういう風に使われてる場所で実は、うん、で普段はすごい有名な場所で怖いお兄さんたちがいっぱいおるはずだったのにその日はいないっていうのから、その裏社会の人たちがちょこちょこ管理をしてて、もう人が来なくなった時にノブさんたちは行ってるみたいな設定なんですよ、うん、僕の中では、うんうん、それはでもちょっと思ったよ、ね、そう普段は出入りしてるみたいな、うん、まあ出入りしてる時と出入りしてない時があって、うん、まあ、たまたまそのノブさんたちが行った時は、うん、その手術室でなんか取引じゃないけど、うんうんうん、なんか隠してて、うん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 、でたまたまそれを見てしまったっていう、そう俺もそう思ったんですよ、人コアみたいな感じで、うん、それをなんか、なんていうのかな、ノブさんたちは実際には見てないじゃないですか、はい、そっちの手術室に行った人たちの、はい、うん、だからなんかそれをゆえんから、うん、あごまかしたのかな、ごまかしたみたいな、そういうことにしようぜっていう、それでまあ見ただろっつってどんどん消されてってるみたいな、うん、そうだって俺思うんすけど、うん、その2人目薬をやってたみたいな、はい、俺そんな簡単に、うん、まあそういう業界にいない人たちが、うん、そんな簡単に手に入れれるものなのってまずちょっと思ったんですよ、うんうんうん、だから、まあ、何かしらね、ちょっとつながりはないと、うんうんうん、その時手術室で見てしまった誰かたちに脅されて、まあ、例えばそれを買わされてたとか、うん、みたいなのでだんだんそっちにはまってっちゃった、はい、でその一人目の人とかも実はそれで口封じみたいなので、うん、その組織の人らに使われてたんだけど、う
まあ、逃げたりだとか、はい、みたいなのがあって、うん、殺され、そう、消されちゃったっていう。で、だから次は俺だみたいな、はい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 、で最後の人も自分が、うん、次は俺の番だ、うん、みたいなことになってるのは、これは幽霊のことじゃなくて、うん、そこにいた何かの組織にずっとその3人は狙われてる、うん、ああそうか、うん、いやそれだったらそのさ暗いじゃん、懐中電灯が2つしかなかったみたいな、うんうん、懐中電灯持ってるでしょその3人は、うんうん、それでその闇取引みたいなもし現場に遭遇しちゃったとして、それを懐中電灯が1個しかないところで3人の顔がちゃんとこいつとこいつとこいつだって、いや一回捕まってんすよ、うん、捕まってて、もうそういうことか、このことは言うなよって言われてるんだ、うんうん、ああそういうことか、うん、でなんかそういう苦し紛れに煙が出てきてみたいな話をしたってこと、うんうん、そういうことか、でもその3人はもうこれはあいつらには言えないから、うんうんうん、そういうことにしようぜっていう、うんはいまあ、口裏合わせがあって出てきてる、うん、出てきてるっていう、あそういうことか、じゃあそのおばあさんが出てきてそこで引き返してっていうのは、まあ、結果的に助かったけど、うん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 、直接の関係はないっていうこと、うん、あー理解は、それもあるかもな、うん、まあその心霊的な何かもその廃病院には、まあ、起こることは起こるあるんですけど、うん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 、実はその左ルートを選んだ人たちが巻き込まれたのは心霊的なものじゃないんじゃないかなっていう、うん、で僕思ったんですけど、例えばそれが黒い煙の霊だったとして、はい、2,3 年後に火事が起こるじゃないですか、うん、だからその火事の煙も連想して、うんうんうん、なんかそういうものに何かこう取り憑かれてるって考えるのであれば、うん、ここまで時間かけないんじゃないかなって思うんですよ。おーなるほどね、うん、もっと立て続けにボンボンボンと何か起きるとか、はいはい、泳がせないという、ね、うんうんうん、あーそうか、だから何か利用価値を見出した人が生かしながら使ってる感じがちょっとしたんですよね。でその薬の人も多分プッシャーにされたのかなっていう。何それ売人。結構まあ今常等手段というか、はあ、自分そのやってるやつを捕まえて、はあ、自分とこのその売る人にして、はい、でお金だけ巻き上げるっていうのが、うん、じゃないと言うぞみたいな脅し方をするみたいなんで、なるほど、へえ、まさにそうやって使われた、ありえるはありえるかなっていう。そうか、捕まってるんだね一回ね。でノブさんが記憶が消えてってるって言ってたじゃないですか。あ言ってた言ってた、うんうん、薬盛られてるかもしれない。ノブさんたちも。なるほど。直接じゃないですよ。うんうん、なんかの煙とか吸わされて。おーおーおー。やば、知らず知らず。知らず知らず。俺は完全にそのノブさんたちのグループとそっちのグループで違う現象。うん、ノブさんたちのその記憶は、うん、その霊的なこととか、それこそひいおばあちゃんが守るためだったりとかで、うん、あの幽霊見えない人って守護霊が目隠してくれとるとかみたいなのあるじゃないですか、うん、そういうので忘れさせてくれとるというか、うん、その、うんうん、本来なら右ルートで行くと霊障に合うはずだったんですよ、うん、その闇組織とかじゃなくて、そう、そっちをなんか忘れさすために、うん、なんかまあいい傾向というか、うん、こっちのその忘れるのは、うん、って思ってたんですけど、うん、盛られてたんですね、そう、ちょっとずつね、ちょっと右ルートの人にね私はね、もうね、ノブさんも もう始終も過ぎて、うんうん、カレーで忘れてていないカレーによる物忘れなのかなって。なるほどなるほど、うん、まあありえるかもしれない。実際私もそんな、もう中学生の頃とかの記憶とかって、うんうん、言われればなんか思い出すんだけど、うん、あそんなことあったっけみたいなことってやっぱあるんで、うん、カレーなんじゃないかなでもなかなかの出来事ですよ友達が3人消えてるんですよそうか、うん、それをってのはあんまなくないですか。じゃあ林かな気づいたかなみんな、今のカレーと、うん、林とかかってたんです、うん、
あの林かなの時の顔がもうロックオンされてました、うん、ロックオンされてました忘れたくなることだった今大神さんのひいばあちゃんが守ってくれましたなんか熱くなったもんね、うん、一個も覚えてないですどこら辺から用意してたんですかカレーによるものだと思うんですよねの時にはもういましたよ、ね、いないですねそうだ確かにそれだけの大きな出来事だったのならば、うんうん、まあ忘れないで毎年だったっけ、なんかあの友達とはなんか会って話するっていうことって、うんうん、どんどん通常だったら記憶がどんどん強くなっていくっていうか、うんうん、そんな気候だったよね、まあ確かにね、うん、そう、うん、もんだけどそれはね忘れてっちゃうっていうのがねやっぱ霊障っぽいけど、うん、その左ルートの人たちがもし一コアというか、うん、人為的になんかされてるのであれば、うん、そこの記憶をなくしてるっていうとことの、うん、接点というか、うんうんうん、なんか結びつきみたいな、まあ、あれかもともとやっぱりその場所には霊障として何かある、うんうん、でなんかその物忘れっていうことについての霊障について、うんうん、なんかこう腑に落ちる考えないかなと思った時に、うん、病院って、うんなんかいろいろ隠蔽してたりとかっていう噂あったりするじゃないですか、まあまあそうだね、だから例えばそこも昔は何か事件とかがあったのを隠してて、うんみんなの記憶から消してくみたいなことがあったとしたら、うん、なんかそういう、そういう悪徳意志の霊みたいなのが実はいて、うんうん、なるほど、それの影響で、うんうん、記憶を消されてるというか改善されてるみたいな、うんうんうんこともあり得るのかなとは思ったんですよ。ね、そのはいどうぞ。あいいですか。いいですよ。俺今思ったんですけど、はい、そのノブさんと一緒に行った2人、ノ、う、ブ、ん、さん以外の、うん、2人も知ってんじゃん。そのあ脅されたって。本当だ。ね、本当だ。それで忘れたふりしてんじゃない。ああありえる。ありえるね。ノブさん以外の2人は薬売られてるかもしれないですね。ねああそういうことか。あ知らんよみたいな、えそんなことあったっけ、うん、みたいな、とぼけてるみたいな、うんうん、でノブさんもだんだんそれになんかこう、ま、巻き込まれてるっていうか影響されてえそうだったっけなみたいな、うんうん、うわうわありえるわ、ありえるっすよね、ありえるそれ、もしかしたらノブさんもそれって言っとるけど知ってるかも、うん、買っとるかもしれないです実は、買っとる、うん、そっちだから自分のチャンネルでこの話するとその組織に消されるから、あーそうかそうか、うん、いや今僕たちに SOS を出してますよノブさんは、あなるほど、そういうことか、そこまで読み解いちゃう救ってあげないといけないノブさんを救え、クラウドファンディングお金じゃどうにもならないこ このチャンネルで立ち上げる更生施設に入れてあげる、うん、ためのクラウドファンディングをで出てきたら更生してね、出てきたら秋山さんと戦わせますね、うん、あこれは清原さんの話なんで、すいません二人が知らなかった、すいませんすいませんすいません、ノブさんマジとばっちりだよね俺がなんかないですかってお願いしとるのに薬物漬けみたいなイメージをつけられるみたいな、そんなことないですからね、皆さんそんなことないですよね、まあ、でもその友達たちが知ってる可能性ある、何かしらちょっと友達関係の、うん、あのつながり、うん、っていうのをちょっと流しちゃったもんで、うん、さらっと、うんうんうん、聞き流しちゃったもんで、うん、ちょっと覚えてないけど、うん、なんかノブさんは直接の知り合いじゃないみたいな、なんかね、話あって、うん、2人は知ってるんですよね、そうそう、うん、なんか知っててみたいな、だからその元々の友達同士の、うん、が2つに分かれて相関図的なね、うん、そうそうそう、ものがだからまあそのそういうことがあったんだよっていうことを教えてもらってるっていう可能性はあるなと思って、だからもうこの話あんま話さんほうがいいから、そうそうだ、うんうん、いや、やめようやめようって、うん、そんなあったっけ、分からん分からん、うん、みたいなね、うん、ありえる、ありえるわ、ありえるわ、心霊かと思いきや、がっつりの人怖だったっていう、怖、うん、
怖ー、えぐくしちゃった、なんか俺らしちゃったしちゃったしちゃったしちゃいましたね、もうしちゃった。これちょっとノブさん喜んでくれるんじゃないですか。うん、もう嘘でもいいからこうしてください。そうそうそう、それはいい、ね、それはいい。これノブさん賞レース狙いますね。狙える狙える。うん、ほんで、その黒い煙ってのが実は口裏合わせだと思ってたんだけど、うん、本当に実は黒い煙自体は霊障であって、その場所に起こる霊障はその黒い煙、はい、でその後にその黒い煙ってあったじゃないですか、あれ実は調べてったらこうだったんですっていうオチが欲しいですよね、逆転の。ええどういうことどういうこと、だから霊コアだと思ったら人コアだったみたいなのでもう逆転しとるじゃん。だけどそれでさらに、うん、その本当は口裏合わせで黒い影に追われたってことを言ったんだけど、うん、黒い影に追われたこと自体は本当で、うんうん、そこにまつわる霊はこれだったっていうサブオチみたいな、うんうん、なんかその病院の心霊スポットの闇は一個も暴かれてない状態なんで、うん、まあそうだね、うん、それは確かにそうだ、最後に実はこういうことがあったんでみたいな、うん、何かが一個欲しいなとは思います。それでもさ、霊コアだと思ったのが人コアをやっぱ古戦じゃん。あ、なんか打足っぽくなっちゃう気がするけどな。まあでも打足って、まあ、アフターストーリー、まあ、実はこうこうこうでこういうのもあったんですけどねっていうプラスアルファあるのは俺はいいかなと思うんですけどね。じゃないとこのじゃあさっきのそのおばあさんとか何なのみたいな。ああそうか、うん、おばあさんが出てくる理由が分かんないというか。ああなるほどね、うん、あだから実はそういうのを言われであったんですっていう、うん、何かオチが最後にもう一回あると対策としていけるのかなと。そうだね、あのこの心霊スポットっていうかその廃墟が、はい、そういう闇の組織の人たちの物件だっていう話結構聞くじゃないですか。あそうなんだ、侵入してきた人を捕まえて、うんうんうん、法外 な, あなんか法的に金を取るとか、うんうんうん、はいはいはい、そういう話って結構聞くんすけど、まあ、僕たちの世代は結構聞いてたんですよ、うんうん、まあ今もうないんで言えるっすけど、うん、あの白原学園っていう有名な廃墟とかもあったんですけど、うん、愛知には、はいはい、そことかもそれで有名だったんですよ、管理されてるとか、うんうんうん、まあその闇の組織ではないですけど豊橋の大塚遊園っていうところも管理人とかがいて、うんうんうん、なんか入るなみたいなこと言われるとか、うんうん、そういうのもあるんですけど、うんうん、これね、あながち間違いじゃなくて、うん、俺多分なんかのエピソードでも言ってますけど、はい、なんか昔高校の時にその高校の近くに廃墟が、廃お、まあ、アパートみたいなのがあって廃墟の、うんうん、1個大きい入り口があって、うん、で4つ部屋が、うん、と下に2階2部屋と、うんうん、と2階に2部屋とあるみたいな、うんうんうん、建物があったんですよ、コンクリートの、はい、でもそのツタとかもめちゃくちゃ張ってて、ほう、んでここを秘密基地にするかみたいな感じで、うんうん、行って、うん、窓割って侵入したんですよ、うんうん、でうわやっぱすごいね、明るいうちですよこれ、うん、侵入してわやっぱすごいねここって言って、うん、で1個だけね鉄の扉で、うん、開かない扉があったんですよ、うん、でここ開かないねって言って、うん、でその階段とかの壁とかに、うん、メモ書きみたいになんかいろんな文字とかも書いてあったりとか、うんうんうん、ちょっと不気味だったんですよ、うん、でその扉だけ絶対開かなくて、うん、でもまあ部屋他にもあるんで、うん、ここをその秘密基地にしようって、うん、でも虫がすごいから、うんバルサン炊こうぜってなったんですよ、はいはいはい、でバルサン買いに行ったんですよみんなで、うんうん、でその後に来た友達ここにいるよみたいな連絡してたんですけど、うんうん、後に来た友達から電話がかかってきて、うん、今さそのお前らが言ってたとこ通ったんだけどさ、うん、めちゃくちゃ黒塗りのベンツとか止まってんだけどみたいな、前にセルシオとかめちゃくちゃ止まっとるよみたいな感じになって、うわやばいねっつって、うん、で結局行くのやめたんですけど、おうおうおう、あとで聞いたら、うん、その近くに思いっきりそういう組織の事務所があって、おうおう、そこの管理物件で、はあ、で多分なんか隠してたんじゃないかみたいな、あなるほど、マジ九死に一生というか、おうおう、うん、助かったっていう話なんですけど、うわそういうことあながち嘘じゃないんだなと思って、確かに、うん、
で僕の先輩も、うん、蒲郡の旅館の廃墟があるんですけど、うん、坂のところにある、そこを侵入して、うん、3階か4階建てなんですけど、うん、1階からこうバーって色全部屋開けたりとかして見てて死んで肝試しで、うん、3階高の奥の部屋たどり着いて、うん、ガチャって重い扉開けたら、うん、中電気ついとって、うん、怖い人たちがわーってたくさんおって会議みたいなのしとってうわ、うん、はーってなってそのまま走って逃げて、うん、そのまま逃げ切れたらしいんですけど、すごいみたいなのもあったんで、すごいね、うん、だからまあ管理しつつその場所で何かしてるっていう、うん、ことはね、うん、あるのかなとは思いますよね、うん、だから今回のそのノブさんの話もちょっと裏付けるわけじゃないですけど、うん、そういう、まあ、一見廃墟に見えて、うんうん、一番奥の光が外から見えない部屋とかでなんかやってるのかもっていう、うん、俺らもねその開かなかった鉄の扉は一番奥で、うん、その道路側からは見えない扉なんですよ、うんうん、めちゃめちゃ怖かった。あれはもう今ないですけどね、その建物、うんうんうん、だからそのノブさんの今回の話は、うん、そういう何か闇深い何かがありそうだなって思いましたね。いいね、うん、これはなんかノブさん以外はみんな知ってる、みんな知ってる、うん、これはベストな、めちゃくちゃいい、めっちゃいい、うん、いやまあその亡くなってる方ともいるんでそんな面白いとかあんま言えないですけど、まあ、そうね、うんうん、でもなんかそうだったとしたら、うん、相当やばい話、ね、うん、やばい話だなってなりましたね。こんな感じでどうでしょうか。どうでしょうか、ノブさん。まあ今すぐには返事もらえない。怖いですよ。役が変わりましたね。皆さんもねこうじゃないかっていうのがあったらね、うんうん、ノブさんもコメント欄も見てくれとると思うんで、うん、はい、ぜひぜひ書いてください。はい、はい、よろしくお願いします。ということで今日はえぐい怖い話、うん、ノブさん編でした、はいはい、いやすごいボリューミーだったね。こっからずっと続くんで、うん、しばらくは、いや楽しみです、はい、いろんな方のえぐい話が聞けると、ね、はい、分かりました、ぜひ見てください。そして、はい、ちょっとねせっかくゲストで出てくれたんで七不思議の宣伝を僕たちが、はいはい、しようかなと思うんですけど、うん、僕とケイスケも七不思議出てるんですよ、実はここに、うん、そうですね、で一緒に出た時もあるんで計3回は出てるんですよ、うん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 、はい、なので毎週金曜日かな、うん、生不思議っつって、うん、生で怖い話を電話でつないでやるとか、うん、いろいろね面白い企画とかもやってるので、うん、ぜひぜひチャンネル登録とかねしていただけたらなと、はい、思います、思います。次木村さんっつってましたよ、うん、いやもうないよ、うん、そんな話。あ、でもちゃんと俺が出た時に、うん、木村さん多分怖い話持ってないんで、うん、ゲーム対決にしといてくださいって。そうだね。それならなんかいけそうな気はするけどね。言っときましたけど。わかりました、ありがとうございます。ということで七不思議とおからじともどもよろしくお願いします、はい、よろしくお願いします。ということで今日は木村さん締めてもらっていいですか。はい、はい、この話もし自分だったらありがとうございました。今日もいいお話でしたわ。次回も楽しみですわね。後ほど。